今は午前12時回ったところです。いつもはもう寝てる時間でもあるんですけど、今日はなぜか寝れません。というわけで、今日お届けする動画は、僕らが寝る前にしてるあることについて今日はお見せしたいと思います。のほほんな感じで見ていただければと思います。それではスタート。なんか翔ちゃんさ、こういう動き好きだよね。こういう動き。こういうの好きだよね。これなんだっけ、イエイパパパ、イエイパパパ。よくやってるよね。やるやる。かわいい。俺が大食いができなくなったら、誰がやる誰がやるのってどういうこと？俺にやらせようと思って。大食い誰がやるの？俺の後継ぎ。え？菅原さんで頼む。いや、菅原さんの方が先だよ。まず菅原に頼む。ああ。トトロ工藤。よくない。がいい。かわいくない？トトロ工藤。ね、こうだから大食いするときさ、トトロ食うてんじゃん。やだよ、やだ、そんな。いいじゃん、なんかめっちゃ食いそうじゃない、トトロ。トトロ食うと。食いそう。いいじゃん。かわいい。よくない？トトロ食うと。トトロじゃなくなるように今してんだって。ああ、確かにね。そうじゃああれでいいじゃん、ミニトトロクボ。ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、うん、あれし終了。え、カップルの朝じゃなくて、朝じゃなくて夜ベッドルームで。ダイエットどう思う？ダイエットね、今何日目？今や4日くらい。辛い？ああ、でもまあ、もともと食べてたから、うん。それが食べなくなったのは、まあ、我慢はもちろんしてるけども。うん。まあでも、うん。でも無理しないでよ。しないしない。なんか真面目だからさ、翔ちゃん。なんか無理しそうでちょっと心配なんだ。いや、そんなことない。本当？うん。それでさ、なんか、体く壊したりとかしたらさ、嫌よ。今の体型でも俺全然嫌いじゃないからさ。まあでも、うん。まあ、そうだね。まあでも、翔ちゃん的には前の体型っていうか、くらいに戻りたいっていうのがあるんでしょ。いや、まあ、僕らを、その YouTube 以外で、僕らの、写真とか、うん、その撮ってくれることとかもこう、ね、あったりするじゃない、うん、でその時になんか自分の顔とかが、うん、ふっくらとかさ、なんかスタイルとか、うん、悪いと申し訳ないなと思ってて、だから綺麗に見せたいなと思ってるかな、うん、見られるからね、人に。残るからですね。残る、あ、まあ確かにね。その時にね、あの時もうちょっと痩せてたかなとかね。そうだね。まあでも、徐々に、ゆっくり痩せてった方がいい。急激に痩せたりするとさ、また結局戻っちゃったりするからさ。うん。よかった。うん。じゃあそうそう。まあカロリー少なめの美味しいご飯作るから。うん。よかった。
いろいろ調べよう。うん。美味しいもの食べたいじゃん。食べたい。ラーメン食べたい。ラーメンね。今ね。今ちょっと我慢するけど。揚げ物とラーメン。ラーメンと。じゃん。さあ、というわけで今日は寝る前にすることを撮ってみました。はい、そろそろ寝ようと思います。今回はここまでにしようと思います。はい、じゃあまたね。おやすみなさーい。